いつもご覧いただきましてありがとうございます。昨日行われましたね、 DeNA 対阪神14回戦は1対6と、まあ阪神無念の逆転負け。おとついはね、7点差のリードを保てずに、まあ昨日の試合もね、こう1回表に糸井選手の犠牲フライで先制したんですけれども、青柳投手がその裏に外選手と4番佐野選手にタイムリーを打たれてあっさりと逆転されると、まあその後は打線もね、追いつくことができずに無抵抗で終わってしまったんですが、まあそれにしてもですね、昨日の8回裏の阪神のビハインド時のですね、中月投手陣の内容は本当ひどかったですね。望月投手と小川投手なんですけれども、ファーボール2つと暴投、まあワイルドピッチがですね、まあ3つで2失点、まあ阪神はですね、自ら相手チームへダメ押し点を与えているわけですから、まあそらもうほんまね、これでは勝てませんよね。また打線もね、ちょっと勢いがなくなってきました。まあ3番打者が固定できずに、まあせっかくね、サンズ選手と大山選手、これ長打力があるのに打線のつながりがね、非常に悪い状態になっていますね。まあ、陽川選手、中谷選手、あと糸井選手と入れ替わり立ち替わりで、こう3番バッターをこう変えていますけれども、まあ、いっそね、3番大山選手、4番サンズ選手、5番にボーア選手でもいいと思いますし、まあ、糸原選手がまあ戻ってきましたから、3番に糸原選手でもいいと思うんですよね。まあ、もしくは近本選手が3番でもいいと思うんですが、まあ、阪神はですね、3番バッターに長打力のある選手を置くのではなく、4番バッター以降にですね、こう、つなげる選手を置いた方が、打線の流れとしては非常に嫌な形になると思うんですけれども、まあ、皆さんはどう思われますでしょうか。まあ、これでね、首位巨人とは10ゲーム差になりますか。逆転優勝というにはね、かなり厳しい数字になりましたが、まだまだ試合は続いていきますから、まずはね、今夜斉藤幸也投手が連敗を止めてですね、勢いをつけて甲子園に帰ってきてほしいと思いますね。まあ、そして来週は火曜日から東京ドームでジャイアンツとの3連戦があるわけですから、まあそこでね、もうほんまに叩かれたらそれこそシーズン終わってしまいますから、まあなんとかね、最後まで諦めずに粘ってほしいと思います。まあ過去にはね、首位のチームが10ゲーム差とか8ゲーム差ぐらいはね、短期間でこう一気に詰め寄られるということも事例としてはあるだけにね、集中力を切らさずにこうやってほしいんですけれども、まあそれにしても巨人はね、ほんまに強いですね。勝ち方を知っていますし、負けない野球をしますね。昨日の名古屋ドームでのドラゴンズ戦でも坂本選手が3本のホームランですか。で、あとリリーフのね、中川投手とデラロサ投手を使わないで勝ってますから、まあ、原監督の采配にはね、勝利への執着というか、まあ、隙を見せない采配をしますね。まあ、矢野監督にもね、せっかくスローガンでも掲げているわけですから、負けててもね、ベンチも明るく楽しくやってほしいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。